うしたんだい。しょんぼりそんなとこに座り込んじまって。なんだい、少しやつれてんじゃないか。顔色も良くないぞ。本当、どっか具合でも悪いの？おばちゃん、すまねえが水を一杯くんねえか。あ、悪かったね、気がつかなくて。ねえお兄ちゃん、なんかあったの？今日は何日になるかな。25日、5月の。そうか、あれからもう10日も経つのかい。あれから？はいよ。ありがとう。もうここへは帰ってこない。俺はどこか津和野の町外れに住んで、あの不幸せな歌子さんの生涯を見届けてやるんだ。ちょっとお兄ちゃんお願い。さくら、これが一生の見納めだぞ。お前もここらで深く反省をして、少しはまともな人間になるように。あばよ。お兄ちゃん、津和野に行くの？そばで聞いてるとつん中から出るバーンと音も聞こえるもんね。それからしばらくしてパーって開くのよね。そうそう、綺麗。タコちゃんもすっかり元気そうになってよかったね。そうかしら。でもトラさんには本当にお世話になったわね。どうもありがとう。いや、俺なんか別に何もしちゃいねえよ。もしもし、もしもし、俺、トラです。よく電話をしてくれたね。いやね、ありっきり別れちゃって、とっても気にしてたんだけども。何、島本の、え？島本の駅に来てるよ。なんで早くそれを言わなきゃ。どうちゃった？私来ちゃった。よく来た。よく来たよ。九州から上野の駅までずっと泣き通しでよ。参ったな、おい。お兄ちゃん、行った。いいよ、いいよ、わけ後でいいからさ。剥がせ、剥がせ、早く急いで。どんどん取れ。おい。さくらちゃん、昼飯まだかい？お兄ちゃん、みんなが忙しい時は少しぐらい手伝ったらどうなの？ああ、どいた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 。何やってたんだ、俺が。例えば、子守りをするとかさ。冗談じゃないよ、お前。俺が子守りなんかできるわけないよねえか。だって、お兄ちゃんが連れてきた子でしょ。あんたにはね、情愛ってもんが欠けてんだよ。欠けてるかね、上等だよ。他人様の子だもんな。なんて言い方するの。ほっとけ、ほっとけ。こいつには父親になる資格なんかねえんだ。けなりたくねえよ、そんなもんには。どっか面白いとこ行って遊んでくれよ。やっぱりここだったわ。昨夜伺ってたもんですから。ああ、どうも。昨夜お世話様でした。いかが赤ちゃんの様子は？もうすっかり。おいちゃん、おばちゃん。おいちゃん、おいちゃん。はい。病院の看護師さん。病院の看護師さん。いつも噂してる。まあまあ、いつもうちの者がお世話様になりまして。今日またわざわざ？いえ、夜勤明けでね、家帰る途中なんです。
金町まで買い物に寄ったもんですから。そうですか。本当によく来てくださいました。あのおかげさまで今朝ミルクをよく飲みまして、はい、そうよかったわ。少し当ててるから心配しなくて大丈夫ね。よかったわね、元気になって。あとお父ちゃんもお母ちゃんもいないのね、かわいそうに。さくら、あ、赤ん坊どうもありがとう。俺が抱こうか、いつものように。さ、さ、あの、私の兄です。いろいろあったんだ、うん、あいつは姿がいいから。それにほら目だってパチッとしてるでしょ。顔なんかも相当派手るよね、うん、客席がさあ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 ついてさ、まあ、綺麗ね。ビリー待ってました、日本一。やがてビリーの歌が始まる。ひとり酒場で飲む酒は、トラ、あら、いつ結婚したのかね。悪いご冗談、あれが結婚なんかするわけございませんよ。しかし、今そこで綺麗な女人とこうやって腕を組んで、あの、その人でしたらリリーさんと申しまして、つまりあの女友達と申しますか。女友達すると不倫の仲か。どうせおいらはヤクザな兄貴、分かっちゃいるんだ妹よ。お前の喜ぶような偉い兄貴になりたくて、奮闘努力の甲斐もなく、今日も涙の今日も涙の日が落ちる日が落ちる。ごめんください、はい、いらっしゃい。あのすいません、あのこちらに車、トラジロさんとして人いらっしゃいませんでしょうか。トラちゃん、はい、あの今ちょっといないんだけど。いつ帰りますか。さあ旅出てるもんだからね、いつ帰るか。ちょっと、そうですか。さて
ましたらこのカバンね。カノは一流デパート赤木屋黒木屋白木屋さんで紅を拾いつけたお姉ちゃんにください、頂戴でお願いしましたら9000が8000はくだらない品物、今日はそれだけくださいとは言わない。なぜかというと私は正直山田賢人が大好き。何を研究なさってるんですか？考古学です。ほう、何しろ変わりもんでね、将来学者になってノーベル賞をもらいたいそうで。まあ、おじさま、そういう方に来ていただいて光栄ですわ。本当に置いていただいてよろしいんですか？そうそうそう、なら安心だ。みんなこういい人たちばかりだから。どっかよろしくお願いいたします。あとはこの桜さんのご主人の広さん、裏の印刷工場に勤めてると。わあ、この人もいい人だ。あの変なのがもう一匹。あ、虎がいたか。あら、虎飼ってらっしゃるの？じゃあ私の遅刻ですから。あ、そう、どうもいろいろありがとうございました、うん、まあ一生懸命勉強してよ。はい、じゃあね。あ、さよなら。ただいま。玲子さん、今の人ね、一緒だった人。面白い方なの。それがね、私の兄なんです。え、もしもし、さくら。通り過ぎちゃったよ。姉ちゃん、あんたなんか勘違いしてないか、ここ俺ん家だから。違う、じいちゃん。そうなんだよ、俺今喫茶店でね、この人と話してる。あのね、うん、2階に下宿してらっしゃるの。誰が？この方。まあ、お兄様。まあ、どうも失礼しました。ちっとも存じませんで。道具に落ちても根のあるやつはいつかは蜂巣の花と咲く。意地は張っても心の中じゃ泣いているんだ。兄さんは目方で男が売れるならこんな苦労もこんな苦労もかけまいにかけまいに。